ハサミと紙を使いまして何かしらの絵を切るというそういうパフォーマンスです。今日は私はね、皆様からお客様からお題を頂戴いたしまして、何かその絵を切るということをやってみようと思うのですけれども、動物のお題を頂戴しましたらこんなことになりますので、それはやめまして、そうですね、映画のお題を頂戴したいなと思います。例えばですね、私の好きな映画で申しましたらタイタニックですとかね、素晴らしい映画がございます。タイタニックですとか、 あるいはあのパイレーツ・オブ・カリビアン、いい映画がございますね。そのような映画がございます。スパイダーマンも好きです。ただしね、その3点は私切れませんから、それ以外でお願いいたします。ちょっと難しいですからね、そういう映画ね。それ以外の映画でお願いしたいと思いますよ。これ紙切りね、皆様からお題を頂戴します。私がせーのと申しましたら、大きな声で何か皆さんが一斉に言っていただきましてね、その一斉にわって言っていただいて、聞こえやすかったものをお題ということで取りますということでお願いしますからね。何でもいいというわけじゃない。日本のアニメーションも、あれを一つ切っております。今から目を切るところでございますので、ちょっとここはちょっと慎重に切りますね。目でここで台無しになる瞬間がございますのでね、そんな人いますでしょ、皆さんのね、身の回りでね、笑顔なんやけど目がなんか人殺しの目してるいう、ね、僕の周りにねいるんですよね、そういう人がね、はい。こちらは日本のアニメーションです。皆様お好きかどうか分かりませんが、隣のトトロに見えましたら盛大な拍手あまり自信がないものをあまり長いことは見せないことにしております。よろしいですか。映画ですよ。せーので言ってくださいね。参ります。せーの、ミッションインポッシブル。はい、いただきました。ありがとうございます。スターウォーズでございますね。ありがとうございます。いただきました。スターウォーズで参りたいと思います。スターウォーズ、参りたい。はい、スターウォーズありがとうございます。スターウォーズね、私大好きですよ。皆様もお好きやとは思いませんでした。言ってなかったですか。あ、そうですか。ちょっと私もね、なんかね、こういう長いことねやってますので、なんか現状が聞こえるようになってますので、一人でずっと練習してましたらね、なんかこうね、妄想がなんか激しくなって、まあここまで来てますんでね、すいませんけどね、ここやり直すというわけでもいけませんのでね、どうしてもブルースリーという声も聞こえたのは聞こえたんですけど、どうしてもどうしたらならばセロテープを貼ってやり直すということもできないこともないんですけど、ちょっとなんか嫌でしょ、そのなんかセロテープ貼って継ぎはぎだらけのブルースリーってね、なんかちょっと聞きましたので、スターウォーズは切っております。スターウォーズの中のヨーダというのがありますけど、皆さんご存知でしょう、ヨーダという緑色のおじいちゃん、こういうね、そういうやつを切っております。ではそんなことを言っております間に、切れました。皆様の想像力でもって補っていただくということでよろしくお願いいたします。スターウォーズのヨーダ、盛大な拍手をどうぞよろしくお願いいたします。はい。